優勝おめでとうございます。ありがとうございます、今回の勝因は何ですかね。勝因は何ですかね。勝因なんかいろいろありましたね、はい。まあ、ニューマシンになったことも一つですよね。そうですね、まあ、一番なんだろう、ストレートスピードがすごい速くなって川崎をストレートで抜けるっていうのが今までなかったんですけど、今回ストレートで抜けましたし、すごいなんだろう、手助けになってそこら辺すごい嬉しいです。今回は正直勝ったと思ってないので、まあ、でもリザルトで一番上になれたのは良かったし、次のすぐセミ耐久ですけど、しっかり勝負して最終的にまたトップでゴールできるように頑張ります。3年ぶりに勝っていろんな人がおめでとうって言ってくれたんじゃないですか。でも結構多分正直いろいろ問題があったので、多分自分の顔を見て分かったのかあんまりでしたね。じゃあそういう意味では自分も納得できる走りをして今度は勝ちたいですね。そうですね、次はしっかり喜べるように頑張りたいと思います。